駆動可能になるまで可能な限りヘルメット内無線で支援します。IMC は降伏する者については危害を加えずエンジェルシー刑務所まで送り届け、速やかに IMC の捜索隊に投降した方が身のためだ。パイロット、 IMC への投降は推奨できません。声紋分析の結果、彼らは嘘をついているようです。心配するな BT、 どこへも行かない。わかりました。しかし移動を推奨します。 IMC サグレ自体が迫っています。置き去りにはしない。パイロットが単独行動を強いられるのは珍しくありません。もうフリスクって何者だ。元 IMC だそうだ。やつは衛星に隠れてた。腕利きの傭兵だ。金のために人を殺している。マッピングシステムが回復しました。第9艦隊が襲撃されたため目標地点から離れた場所に着地しました。ここは敵地です。気をつけてください。長居はできません。ミリシアの生き残りがいることは把握している。一人ずつ追跡し必ず落とす。隠れている者は今のうちに出てくるように、各所に IMC の捜索隊を狙いし、抵抗するなら犯罪者と見なし殺さざるを得ない。スーツには非常クローキング機能があります。危険回避に役立つでしょう。行く手を遮れ。誰の声だ。はい、こちらはサラブリックス、特攻兵団の司令官です。特攻兵団は SRS、 ミリシアの特殊偵察中隊の一部です。 IMC は人々の無関心の中に BT、 船に生存者は。いいえ、 MCS ジェームス・マカーランに生命反応はありません。だがライフボートの 90% が射出されています。望みはあります。彼らの希望を取り戻し、あなたに一人一人と役目、フロンティアの旅全てが抑圧されずに暮らせる世界を隠しましょう。
パイロット、位置が知られてしまいました。IMC の偵察隊です。敵の増援が向かっています。ニューラルリンクの確立が必要。最後のバッテリーを取り付けてください。動力最大。パイロット、進むにはニューラルリンクを確立するべきです。どうぞいつでも搭乗を。パイロットへリンク、ニューラルリンクを確立。パイロットタイタン艦のリンク完了。ライフルマンジャック・クーパー、あなたは BT7274 の臨時パイロットに承認されました。プロトコル2、任務を執行。我々の任務は特殊作戦217を続行し、 SRS のアンダーソン少佐と合流することです。複数の敵の接近を検知。プロトコル3、パイロットの保護、機関システムを再初期化中。ボーテックスシールドオンライン。ボーテックスシールドは弾丸やミサイルを捉えます。ボタンを離せば捉えたものを敵に向けて発射します。アコライトポッドが使用できます。肩に装着するロケットポッドで複数の敵にロックオンします。ボタンを長く押すほど多くの敵にロックします。ニューラルリンクを確立。機関武器制御とモーションリンクを回復しました。パイロット、敵のタイタンフォールを検知しました。準備を。激しい戦闘が続きます。確かか？はい、信じて。ミリシアのタイタンを発見。チャーシマルコ BT7274。 攻撃された。やるじゃねえか、パイロット。お見事パイロット、私たちの戦闘効率評価が上がりました。パイロット、 IMC のサルベージ隊はまだ来ます。生き残る唯一の方法は任務を執行しアンダーソン少佐と合流することです。それまでは我々で切り抜けるしかない。ハドニマーク、直ちに移動してください。